よくなりました。背中はもうさっき押さえた時になりましたからね。なりましたな。手離しました。門前整体三つの図。人を痛め続けて25年。本気で痛い。覚悟決めた人は概要欄。門前整体楽しんで。はじめまして、院長の水野です。どうぞよろしくお願いいたします。お名前をちょっと伏せておきますね。あ、京都からご苦労様でございます。症状どんな感じですか？肩こり。肩こり。腰。腰。痛いです。今までなんかマッサージ行かれて、少し改善されたりとかされました？そうですね。まあ行った時はやっぱりちょっと楽にはなるっていう感じです、はいはいはい、でもその後なかなか続かないって感じですかね。わ、はい、かりました。当店の動画見ていただいて知ってると思いますが、めちゃめちゃ痛いですけど大丈夫です？はい、頑張ってください。で、これ読んでいただいてね、分かるようにね、終わった後ね、ふくらはぎが3日から1週間ぐらい、筋肉痛になる方が結構おられます。なのでね、ご理解ください。で、当店本当に痛いので、痛いって言っても緩めません。で痛すぎる場合、気持ち悪くなった場合、押さえてほしくない場合、痛いではなくね、ストップって言ってくださいね。お願いします。でね、後からね、筋肉痛とかなったとか言ってクレーム言われても一切受け付けてません。そのための同意書になってますからね、お互いが同意した上でやりますよというふうに言っております。で、今日 YouTube の撮影なので2番の強さで、その強さより弱くしちゃうと、もう耐えられないからって言っちゃうと料金が発生しちゃいますから、で、その代わりに、ね、動画全部削除しますのでご安心ください。じゃあ2番の強さね。私から聞きたいことは以上なんですが、はい、何か聞いとかなきゃいけないこととか何かあったりされますか？大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい。めちゃめちゃ痛いから頑張ってくださいね、はい、カイロって何分なんですか？カイロってね、首とか背中とか腰とかバキバキして全身のマッサージして30分ぐらい、うん、なので当店一応それが一番おすすめなんですね。で、それで足らない人っていうのは60分の門前整体とかされた方がいいよっていうふうには言ってるんですけど、昔から来てる人もそれです。足らなかったら、どん100分とか時間長くなっていきます。なるほど、わかりました。よろしい？はい。はい、じゃあしっかりさせていただきます、ね。はい。こちら顔でね、うつ伏せになって休みましょう。ではね、背中触っていきます。ここはここもバキバキになってるね。なってますね。ここ。ここ特にこの辺とこの辺が硬くなられてるんですね、はい、でどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチなられてます、この辺ね。でそれがね、まあ、肩こりとか腰痛になっていきます。でそれで、ね、今からね、緩めていくんですけれども、その過程がとても痛いです。で初めにね、背中の疲れって足の疲れが上がってくるんですけれども、その前にね、背中のズレをちょっとねしっかり取っていきますから、はい、今からが、バキバキになります、はい。でこちら側を下にして横向いて休みましょう。はい、こちら側を下に。はい。こっちです。はい、はい、で足をちょっとここまで持って、よいしょ。で、腕刈りますね。はい、腕刈りますよ。よいしょ。これでぐーっとひねってきますね。そうそう、力抜いてもらって。うん、なってるね、今ね。バキバキずれてました。これがね、骨盤がずれてたよってことなんですね。今度反対側に行きましょうか。顔隠してね。そうですね。よいしょ。はい、腕刈りますよ。はい、腕刈りますね。よいしょ。これでぐーっとひねります。もうバキバキってなりましたね。ええ音鳴りました。で、一辺で座ってね、足下ろして座りましょう。こちら側。ここで、こうやって腕組んでもらっていいですか。うん、音出した。今悪くなってます。そう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 。背中はもうさっきね、押さえただけでなりましたからね。なりましたな。手離しましょう。はい。では、うつ伏せになって休みましょうか。はい、背中触ってみると、ほら、だいぶなんか柔らかいの分かります？はい、腰周りなんか柔らかいですよね。ということは、だいぶずれてたよってことなんですね。で、今からね、まだちょっと硬いので、それは、っていうのはね、足の疲れから上がってきますから、今からね、足しっかりやっていきますから、今から本番、頑張ってくださいね。はい、これはまだ気持ちいい方。はい。はい、では今からが本番、頑張ってください。はい、
帰れる方ですね。やりたいですね。今首の背を見ていきますね。はい、頭を返します。頭ドーンと置いてくださいね。でドンと置いて、見させてもらうと首を見るとここをちょっと押さえるとちょっと痛いね。でこっちを押さえてもそんなに痛くないんだけども、ここがずれてます。でここのズレをねバキバキ取っていくんですけれども、バキバキ取っていくとね2000人に1人ぐらいの割合で首が痛くなってしまう可能性があります。でバキバキせずに押さえて取っていく方法はそういう危険性はないんですけども、どっちがよろしいですか？バキバキ。バキバキで分かりました。でこう右側向いていただいてグーッと上げても近いの。めっちゃいい音だったね。左側向いて回ってグーッと上げてよいしょ。そうするとほらもうここ痛くないの分かります？すっきり取れましたね。どうする？顔のとこちょっとだけ一押しだけしてみる。はい。痛い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 です。反対側もちょっとバランス取るためにね。これが5分ぐらい続く。これは痛いです。やめた方がいいでしょ。これはちょっと。はい、大丈夫でございます。よく耐えました。ありがとうございます。いえいえ。で、なんですが今どんな感じかって言ったら、髪の毛を切って整えた後みたいな感じ、はい、なのでこの状態がずっと続きますかって言っても、髪の毛伸びてくるとなんかスタイルが変わりますよね、はい、なのでずっと続きませんよって言ってます。なので、定期的にされた方がいいですけれども、痛くても寝たとこない人も結構いるし、考えてくださいって言ってます。一応ね、3ヶ月来ないと最新料っていうのをもらうよっていうふうに言ってますからね、はい、だいぶすっきりしたでしょ。ちょっと衝撃でした。おべこがね、はい、僕も久しぶりだわ。右と左に出る人少ないんですよ、本当に。だいぶ凝ってたよ。何年なんでしょう。人より動いてないんですけどね。いやいや、そんだけ気使われるんだと思いますよ。はい、以上でございます。ありがとうございます。